ヒーローインタビューです。ヒーローインタビューです。今日のヒーロー、まずは9回三者凡退に抑えました、25個目のセーブを挙げました高橋投手です。安定の三者凡退でしたね。そうですね、でもやっぱり緊張する部分もあったので、ピリッとした試合展開でメヒアのホームランでだいぶ楽にさせてもらったので、そこはやっぱメヒアに感謝したいですね。そのホームランが出たのが8回でした。1対1の同点という場面でした。ブルペンではどんな状況で準備をしてましたか？そうですね、同点でも自分が行くっていうことは言われていたので、いつでも行ける準備はできたんですけど、やっぱりメヒアのホームランが本当に嬉しかったですね。あれで3点差がつきました。絶好のセーブシチュエーションでしたよね。そうですね、でもそれでもオリックスの時に3点差でちょっとやらかしたので、今回は気を引き締めてやろうと思いました。それも迎える打順が 3,4,5 でしたからね。そうですね、やっぱり中軸ということでやっぱり緊張はしました。でも何かここへ来て25個目のセーブ今日挙げましたけれども、非常にマウンド上で生き生きと気持ちよさそうにと言ったらちょっと難しいかもしれませんが、そんな風に姿が見えますがいかがですか？いや、自分の中では結構ハラハラしながらやってるので、それはないと思います。はい、でもファンの皆さんも高橋投手がマウンドに上がるとちょっと安心する、そんな感じがどんどん膨らんできていると思いますよ。そうですね、やっぱりそう思ってもらえるのは嬉しいんですけど、前もここに立たせてもらった時に言った通り、9回になった時に自分が上がる時ファンの皆さんの声援がすごいので、それはすごい背中を押されていけることができます。シーズン、ね、残り少なくなってきましたけれども、たくさんこうやって9回のマウンドに上がってもっともっとセーブ稼いでください。はい、頑張ります。ありがとうございました。高橋投手でした。続いては8回決勝のスリーランホームランを打ちましたメヒア選手です。8回あの場面素晴らしいバッティングでしたけれども、あの打席変化球2つ空振りをして追い込まれました。その時何を考えてましたか？Yeah, I was thinking on just trying to put the ball in play. You know, I've been kind of struggling lately, so I was trying just to put the ball in play, not striking out. And good things happen when you try to do that, so it was nice. まあ自分最近自分の調子があまり良くなかったので、ツーストライクに追い込まれて、あそこでなんとかしようっていう気持ちで打席に立って、結果的にあそこでホームランを打てたってことはすごい嬉しいことですね。あの場面ツーストライクの後一球やっぱり変化球我慢できましたよね。Yes, I got two strikes and I thought he might be not throwing another strike because of the situation. I was just suspecting something around the zone. He threw ball and then after that he threw something soft over the plate and I could hit it. まあ、あそこの場面で相手のピッチャーも三振を狙ってきていると思ったので、あそこで我慢できたということで次の球ピッチャーがボールを浮かせてくれて、であそこのホームランというふうになりましたね。7試合ぶりのホームランになりました。あの時の感触を改めて教えてください。 It was very special, you know, it was a home run to win the game and it's very nice, you know, I'm always trying to help the team some way somehow to win and I did it tonight and we got a great job from our closer and we finished it. まあそうですね、自分のホームランでこういう形で勝利に貢献できたってことはすごい嬉しいですし、その後しっかり高橋君が抑えてくれたってことでこの勝利につながりました。もちろんチームの勝利も大事ですけれども、同じチームの中村選手にあと1本差というふうに追いかけてますね。We still have a lot of time to go, and it's a very special season for us. We're doing great, helping the team. And like I told him, I hope we finish tied in the first place. まあ中村選手がチームにいて2人でホームランを打っていってチームの助けになるってことは素晴らしいことで、
あの中村さんとこの間も話してたんですけれど、あのホームランを量産して一緒にホームランキングを取りたいなっていうことを話していました。では残り少なくなりましたけれども、これからもたくさんのホームランファンの皆様期待してますんで、もっともっと打ってください。Yeah, I'll try to do my best. Like I always say, you know, I'm trying to do my best. Sometimes I'm going to have good days, sometimes bad days, but I'll be fighting. And I appreciate the fans for always come to the stadium and cheering for us. It's such a great fans, and we play hard for them. まあ自分のできることを本当に一日一日やって、ホームランをたくさん打って、あのファンの皆様にあの勝利を届けたいと思いますので。ファンの皆様も毎日あの球場に運んでいただいて応援をよろしくお願いします。見事な決勝ホームランメヒア選手でした。ヒーローインタビューは以上です。高橋とそれからメヒア、高橋投手嬉しそうだったですね。もう絶好のところで打ってくれて本当ですよ。同点で行くのと、はい、セーブシチュエーションで行くのと、気持ち的にもね本当、一番しびれる場面でいくのと3点差の、ね、ちょっと ゆとりがあるところですけども、まあ、大きな違いの、まあ、本当に貴重な一本でしたね、一振りでしたよね、はい。